法医学って死んだ人のための学問でしょ。生きてる人を治す臨床医の方がうまい。法医学は未来のための仕事。未来のための仕事。私たち法医学者の仕事はご遺体を調べ検査し、正確な死因を把握し、事実を鑑定書に書くことです。もちろんそこには犯人の感情や気持ちなんて書かれていません。ご遺体を前にしてあるのはただ命を奪ったという取り返しのつかない事実だけです。はじめます。死因が肺になる前に。この不自然死究明研究所、通称 UDI ラボは、国の認可を受けた全国初の死因究明に特化した研究所。中堂さんってどういう人なんですか？触らぬ神、祟りなし。かもしれない。いい加減にしろ。三つに住みる。三つに御事。早口言葉みたいな。ビビだ。あんたたち、ほんと仕事好きね。他の人ができないことやってるわけだから、なんとか存続させないと。ブラック企業。マナナゲーだしね。きつい、汚い、危険に臭い。給料安いに気持ち悪い。あーもう、あーもう限界っす。バカの相手するやつもバカだな。出す、出してみて。中堂さんって相当感じ悪いですよ。くそ。びっくりした。バカ、いちいちビビるな。子供か。今日の世界はクソまみれ。くそ。私たち協力しませんか？窮地に立たされた今こそ協力。いざいざ。よっしゃ、そっちの方がマシだ。早い、動きが早い。考えたことがあるか？永遠に答えの出ない問いを繰り返す人生。今結論を出さなければ。お願いします。鈴木さん、カモついてきてくれたんです。もう二度とこの人物がどうして死んだのかを知ることはできない。絶対一生守るって決めてたんです。一緒に過ごした今より最後の夜になっちゃった。もっと辛いことになるかもしれません。間違ってたのかな。あの子頑張り屋さんだから頑張りすぎちゃったのかな。それではお別れさせていただきます。ここ出て僕を見に行く。うん、約束。会いたいって思いが死者に合わせるなら。会ってもらいました。俺は思いが足りないんだな。会いたいですか？最悪か。亡くなった人と自分を分けたものは何なのか。横山は死んだ。どうして自分だけが生きているのか。僕だけが生きてていいのかな。まだ終わってない。あなたが死んで何になるの。あなたが命を差し出しても何が遊びか。あなたの痛みは決して彼らに届かない。叫んな岡山。俺はかわいそうじゃない。気を悪くない。ライトはないのか。殺したクソ野郎は誰なんだ。まだ間に合うかな。間に合わなかった。あんなに真面目な人がどうしてご家族に見たい。終電過ぎまで働かせるんですか。残念なのが私より幸せなの。あいつらそれがいる。本当のことなんてどうだっていいんだ。思いを遂げられて本望だろう。運ばれてきた恋人の他殺体を彼は何も言わずに解剖したんです。中堂さんが負けるのなんて見たくないんです。負けたくなかった。不条理な死に負けるってことは私を道連れに死のうとした母に負けることだから。死んだ奴は答えてくれない。この先も許されるように生きろ。明日
明日何食べようかな。また次があるでしょ。あるね。次から次へ絶望する暇がない。最高じゃない。これまで多くのご遺体を見てきた。ご老人から小さな子供まで、いつも思う。なぜこの人は死ななきゃならなかったのか。罪のない人間なんているのか。人なんてどいつもこいつも切り開いて皮を剥げばただの肉の塊だ。死ぬのか。死ぬのにいい人も悪い人もない。たまたま命を落とすんです。そして私たちはたまたま生きている。永遠の問いに区切りをつけて未来を向けるようにできることはしたいんです。そういうやつを一人でも減らすのが法医学の仕事なんじゃないのか。法医学者として何かできることがあれば。今やってる。娘さんは絶望とかしないのかな。何世界の悲しみ背負っちゃってんの。一人でなんてもてこないって。毎日どこかで人が死んで、その分誰かが悲しんで、人が人を殺して憎んで、また悲しみが増える。生きてるうちに幸せになれないのか。幸せだといいな。こいつらが大人になってくると幸せに暮らせるといいな。幸せにしてくれる。よくともためばおらんときさ。寂しい人生でも最後ぐらい離れないか。あなたが生きてください。おかえり。絶対行きます。なんで美味しいんだろう。こんな時に人間は意外としぶとい。こうしてる暇あったらうまいもん食べて寝るかな。行こう肉。お前今何目指してんの。何目指してんだろう。目なんてそんな大げさなものなくてもいいんじゃない。目標程度に給料入ったらあれ買うとか、娘ができたらどっか行くとか、誰かのために働くとか。おかえり。帰れてよかったね。おかえり。おかえり。私はミスミの家で暮らせて本当に良かったよ。楽しいよ毎日。